ね、でまたスーさんところ走ろうかと思ったんですけれども間に合いました、まずはご挨拶。 TBS ラジオ伊集院光とラジオと10時になりました。こんにちは、伊集院光です。こんにちは、アシスタントの新井真希です。太平師匠本当に駆けつけてくれて、実はあの電車がめちゃくちゃなダイヤになっちゃったと、うん、先ほどからいろいろお知らせしてますけど、はい、あれに完全に巻き込まれて、うん、今着きましたという、ありがとうございます。今日のゲスト落語家の林家たい平師匠。はい、落語家って入門順に、あ、これ聞いてますかね、たい平師匠は落語家程度はね、入門順に偉いんですだから、はい、落語家崩れの僕が、落語家、落語、まあ三遊亭、当時楽太郎門下に入門したのが、たい平師匠がコンペ門下に入ったのよりもちょっと早いんですよ。うん、だ年は太平師匠の方が上なんですよ。うん、はい、でしかも、私は辞めてるんです。うん、太平師匠でいいな。太平ってわけにはいかないなってことが今、理解できました。この後駆けつけてくださって生登場です。伊集院光とラジオとゲストと、この時間はセブン&アイホールディングス、金福明太パーク、他各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストを迎えしてゲストにまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲストは落語家の林家たい平さん。1964年生まれ、埼玉県出身、現在54歳。武蔵野美術大学を卒業後、1988年に林家こん平師匠に入門。1993年に NHK 新人演芸コンクール優秀賞を受賞するなど、早くから頭角を現し、2000年に真打ちに昇進しました。2006年からはテレビ番組笑点のレギュラーとなり、落語ファンだけでなくお茶の間からも親しまれています。サービス精神あふれる明るい芸風で人気の林家たい平さんが本日のゲストです。さあ、スタジオには息を切らして林家たい平師匠です。よろしくお願いします。お願いします。いや、今日すごい楽しみにしてたんですけど、僕大体の電車で移動してるんで、で最寄りの駅に行ったら総武線が止まってましてそれでちょうど8時半ぐらい、1時間前ぐらいに、まあ、30分前にTBS ラジオさん着けばいいなと思ってて、うん、早めにいつも移動してるんですが、ちょうど8時半って今空車が、回送に変わる時間で、一番少ない時に、そうなんです。しかもトラブルでみんな乗ってっから。乗ってるから。で、ずっと15分ぐらい駅前で待ってたんですけど、これは無理だと思って、うん、一旦家へ帰って、うん、自分で車を運転して、参りました。これね、かばうわけじゃないけど、はい、弟子修行をした者が遅刻をするって相当なことですよね、はい、ありえないことですよね。普通だったら破門されちゃったりしますからね。そうなの、はい、めちゃくちゃ言われるんだから。それこそ弟子修行してる時に電車が遅れましてなんて言ったら、それを見越して早く出ろみたいな。そうです、そうです。予言者じゃねえからなんて言い返せるわけもなくすごいですよ。笑点の10時集合って言って地方収録で、はい、ホテルのロビーに10時集合って言ったらみんな9時にいますからね。そうなのよめちゃくちゃな、それがたまたまさ、9時15分になっちゃったとするじゃん、はい、なのにうちの師匠あたりが元々の習慣で9時に来てるとそうそうそう、お前10時っつったら9時だろって意味わかんない言ってることの意味がもう、ね、その通りですよね。その世界で生きてるっていうことですから ね、恐ろしいですよ。恐ろしい、もうあれですよ、名古屋に10時に着く新幹線乗って9時で10分間座って、あとはずっと出口のところで待ってたりする前座もいるぐらい、いるんだから謎の名言で誰だったかな本当に急いでることがあって、はい、東京駅着くずいぶん前から師匠が勝手に支度して降りようとしてるところに、まあ、我々自由席だったりするから駆けつけたら、はい、遅いって言われて、いやでもまだ着かないですけど新幹線は早いんだからこの野郎ってその通りもう名言ですよ ね、そうなんです、めちゃくちゃな、はいはい、そうですか。でも、はい、こん平師匠は、はい、正直僕ら要するに外の門下生にはあんな優しい人いないでしょ。本当ですね。でもそらね、中は親から預かってるから、はい、厳しいでしょ。いや厳しかったですね。うちの師匠は本当厳しかったですね、うん、まあ、無理編に原骨って書くぐらいにやっぱ厳しかったですね。でこれがすごいのよ。だから未だに僕らは分かんないんだけど、こん平師匠と一緒のお仕事の時に
僕らめちゃくちゃ優しくしてくれるし、うんうん、お小遣いもいっぱいくれるから、はい、ありがたいんだけど、逆に言うと、うん、気づいても厳しいこと言ってくれないんだよね、そこの。ああ、そっか。だから言われてる人が、はいはい、羨ましいやらのとこもちょっとあって、うんうん、あの前座の時からうちのコンペはすっごいあの気働きもできて、うん、もう先輩方にすごい可愛がられてたので、うん、それ以上にやってもそんなのまだまだだと、当たり前だと、そこまでやって当たり前だと、うん、でもすごい厳しかったです。いや伝説いっぱい聞きましたよ、はい、だからその今の円楽の前の円楽師匠の師匠から、うん、コンペはと。ね。コンペは。モノマネですけど、はい。コンペはな、お前のように無駄に太ってはいなかったって言われて、コンペ師匠は真冬でも楽屋の時計の下に浴衣で立ってると。そう。で、誰かしら時計を見た時に、何でお前そんな寒いのに浴衣なんだって言うだろうと。うん、あの、太ってるやつって印象をつけるために、はい、一切座らず時計の下で、うん、その浴衣で立ってたって、うん、そんなの聞かされてるでしょ。はい、そうですね、うん、はい、え、じゃあ大平さんも何かされたんですか。いや僕はしなかったですけども、とにかく本当に働くしかなくて。そうだってさ、コンペ師匠がさ、はい、先に灰皿出しちゃうんだもん。そうです。その前の円楽師匠とかいると、そうです、そうです、お弟子さんより気がついちゃうから。そうです、ね、はい、怖いでしょ。怖い。いやもう怖いですね。だけどだからそこにいてよかったですね。うん、まあ今一人で仕事にいろんなところ行った時にやっぱりコンペイズムが染み込んでるんで、さっさっとこう人より早く、でも僕より早く動くのが今の円楽師匠なんですよ。その弟子だったんだから辛いの分かるでしょ。分かります、分かります。本当ですよ。それで伊集院さんのね、僕車の中でラジオ聞いててね、昨日ね僕ね、あの仙台に仕事で行ってて、お土産出しづらくなっちゃって100キロやってるから、100キロ超えた人に萩の月まずいなと思ったの。まあ今しょうがないから気が利く人なんだけど、これだってスタッフ全員分あるんじゃない。もう、はい、に20個入り出しづらくなってた。でもそのコンペ門下に入ったのが、はい、さっきねちょっと計算しててね、僕より入門は4年遅いから威張ってやろうと思ったの、はい、最初。いやいや、もう威張ってくださいよ。いや先輩ですから。 なのに、はい、実はねこの時期っていうのがとても重要で、僕が入った時っていうのは、うん、ね、ずっと、こう、あまり、こう、ブームにならなかった落語が、その、先代の円楽師匠が若竹っていうのを作って、ちょっと盛り上がったの。はい、そうですね。で、その盛り上がりが終わっちゃったっていう、終わっちゃったとこあたりで、落語界に入ってきてるでしょ。そうです。終わっちゃったところとバブル全盛が重なってるんで、もうどんな会社にでも入社できるし、うんうん、何もしなくてもボーナス入ってくる時代で、もう、ただただ、ああ、ああ、ああ、普通に街歩いてて笑えた時代に、お金払って寄せに来て笑おうなんて人誰もいないんですよ。なるほど。だから寄せのお客さんなんて、本当に池袋演芸場なんか一人いて、一対一で落語やったりして。本当ですよ。後ろの松本のおばちゃんっていうあのおばちゃんが、帰らないでよー、帰っちゃダメー、一人ぼっちにさせないで。その落語をやってる声より後ろのおばちゃんの声の方が大きいんです。その真ん中でお客さんが板挟みになってるっていう恐ろしい寄せだった。当時だからカルテットとか中工事とモダンカンカンみたいなやつは4人5人がかりで1人とやってるわけだから、もうカツアゲだったら確実に丸腰にできるぐらいの、それぐらいの人数のお客さんだもんね。後から来た先輩が今どうなってるって言ったら、3対5で楽屋のリードですって面白かったかどうか多数決取ったら俺らが勝つんだから絶対に。でもそういう時に、ね、はい、例えばどこに就職しても一番楽ですって言われてる時に、まさかの修行の道に入るわけでしょ。そうですね。そもそもじゃあきっかけから行きましょうか、落語。いいですか。うん、僕はあの、学校の先生になりたくて、まあ、大学は進学しようと思って勉強してたんですけども、だんだん勉強できなくなってきて、で、たまたま担任の先生が美術の先生で、うん、まあ、美術の教師の道がまだ残されてるぞっていうふうに言っていただいて、で、美術大学に進学して、で、デザインを学び始めたんですね。そしたら、デザインがすごく楽しくて、あ、デザイナーとして身を立てるのもいいなと思って、っていた時に出会った先生の言葉が、デザインは人を幸せにするためにあるっていう。じゃあ僕のデザインでどうやって人が幸せになるかななんて毎日考えてる時に、うん、ラジオから夜中、ま、絵の毎日課題があって提出があるんで、書いてる時にラジオやっぱりつけて、うんうん、僕たちラジオ世代ですからね、うん、でつけてずっとやってたら、
音楽番組が終わって落語の番組が始まっちゃって、うん、うわ落語だってなんかおじいさんがボソボソすごいつまんないことお経みたいなやつだと思ってたけど、まあ、絵描いてたんであのチャンネル変えられないまま聞いてたら、うん、五代目小三師匠の粗骨長屋っていう、それこそ星新一ワールドみたいな、すごい不思議な話、あの上手い人がやれば不思議で面白い話、下手な人がやったら何を言ってるんだお前はっていう、そうそうそう、いや、話ですよね。すっごい面白くて、はい、あ、紙に絵描かなくても人の心の中に絵描いてそれでハッピーにさせられるんだって気づかしてくれた。はあ、そこからですね、ガツンと出会ってガーッとのめり込んでいったのは、いや、だって今ラジオを聞いている人、まあいろんな人が聞いてるけど、はい、例えば若い人なんて、あのおじいちゃんがただただ一人で喋ってるやつだろうって思いますよね。そうです、そうです、思ったもんな俺だって若い頃、うん、でしかもよりによってそれが小三賞の、そう、小三賞という大名人の人間国宝にまでなってね、宝ですよ、はい、宝のその粗骨長屋っていう上手い人がやったら最高でしたね。僕は思うんですけど、その上手い人の粗骨長屋なんていうのは100億かけた CG でもできないような、できない世界、そうですね、ね、うん、映画を見てるよりも面白い映画を面白い見られるような、そんな感じでしたね。頭がぐにょんぐにょんになるような。そこからじゃあ実際のアプローチはどうなってくるんですか。そこから落語に興味を持ってどうやったら落語家になれるかなと思って、うん、でまあいろいろそのデザイン家でしたから、ポスターを、先輩たちのポスターを作りながら、うん、無料で自分のうちの工房で作れますから、うん、それで知り合った何人かの落語家さんと、うん、こうやっぱり芸風とか一門のカラーとか見てると、圧倒的に林家金平一門って自由度が高いんですよ。みんな同じ、大体ね、あの師匠が好きで入っちゃうから、みんな師匠のミニチュアになることが多いわけですよ、はいはい、その師匠の呪縛から逃れられないからね、はいはい、だけどうちの師匠にみんなあの呪縛がないん最初から解き放たれてるんで、みんな好き勝手なんですよ。こんな自由なんだって。あの宝塚大好きなさ、あ、そうそう、周平兄さん、周平さん、うん、周平さん古典落語だよ、着物着て出てくるのにすみれの花なーって出てくるんだよ。へー、あんなの円楽一門だったらば即破門だよ確かにでも自由なんです、自由なんです。だから落語家になっても言われたことは大きな声でって、それだけです聞こえないと笑えないって言って、逆にダメだって言われたことなんですか。ダメ、嘘つくな。ああ、面白いね。芸は自由。自由。で、それこそそういう、お作法に関しては厳しいけど、はい、芸は本当に自由。そうです、そうです。はあ。だから芸で何か直されたことは一切ないんですよ。へえ。はい。でも、金平師匠だけが、なんかその、仙台円楽師匠が笑点の楽屋で完全なお説教モードに入っちゃっても、はい、何かこう、笑わせてくれるっていうか、ちょっと柔らかくしてくれるっていうか、すっとやっぱ人の懐に入るのがうちの師匠上手なんですよね。でこう田舎者の勤勉さとニコニコの笑顔が、うん、あの年貢取り立てられる時に、うん、なんとか年貢を取り立てないでくださいっていう、そういう DNA が多分あるんだと思う。すげえギャグだな何それ一問に伝わりそうギャグ、何それ、それが染み込んでると、で少しでも米を負けてもらうという、お代官様っていう、その顔だと思うんですよね。それで入ってこられたらなかなか変できないでしょ、変なこと。へえ。それでやっぱり金平のところに、まあ芸は、芸を学ぶより落語家ってすごいのは誰でも教えてくれるんですよ、他の師匠。でもじゃあ自分の師匠を選ぶっていうと、やっぱり四六時中近くにいるのはやっぱり生き方を学ばせてもらう、それにやっぱ金平のあのわーってやってこんちゃーんって言われてみんなはーいってニコニコしてる、その生き方を一番近くで学びたいっていうふうに思ったんです。そう、多分真逆だったと思う。なんかそれこそ先代の円楽師匠はいつもやっぱり怖い顔してるんですよ。はいはい。で、やっぱりちゃんとしつける。お寺の子でちゃんとしつけるって感じだけど、金平師匠はそういう意味じゃ明るいですもんね。普通に、あの、町ある商店の公開録画のと、な、時声かけられても、金平師匠だけは本当に大笑いの人。そうですね。へー。ずーっと電車で、あの、移動してまして、うん、で、まあ、あの、絶対に座らないんですよ。で、うん、ドアのところに立って、みんな気がつかれないようにって言ってるんですけど、背中に落語卓球クラブ林家金平って刺繍がしてあるんで、あのこっち向いてた方が師匠目立たないと思うんですけど、あ、そうかねなんて言ってそのまんまでも運命的にはその金平師匠の、これも難しいのが、うん、はい、商店入るじゃない、夢の商店じゃないですか、はいはいはい、夢の商店入るけどちょっと師匠の体調が悪いからっていう理由でしょ。はい、これはどんな感じだったんですか。
あの、笑点は、あの、自分で入りたいって思ってもいなかったですよね。落語家になってから。うん、だって師匠の仕事だから。そうだよね。そう。うんうんうん、ずっと師匠がオレンジ色の着物を着て、笑点は最後まで最後まで師匠がやる仕事だと思ってたんで、うん、落語家になってから笑点見て笑ったら失礼だと思ってたから、見てなかったです。わかるわ、すごいわかる。だって自分の師匠の芸を見て笑ってるってやっぱり失礼だと思ったんで、見てなかったです。うん、なんかね、あの、笑点のテーマってみんな楽しいことが始まるっていう音楽でしょ。うん、はいはい。なんかわかる、正座しなきゃっていう感じに。その通りですね。なるほど。もうそれはもうこっち体に染み込んだものだから。そうじゃあ、自分は目指すところでもないし。なかったんですよ。目指せないし。思ってないし。そうです、そうです。でもちょっとわかるんですよ。なんかその、はい、僕らの、みんなそれぞれの代でメンバー違うけど、うん、あのメンバーが一人かけても笑点ところは消滅するような気が、いや、絶対そうですよね。してましたよね。そうです、そうです。でも、こういうことでドラマチックに、運命的にそうなっていくわけじゃん。まあ、まさかの、あんなに元気だった師匠が倒れちゃって、うん、それでずっとね、半年ぐらいね、師匠の座布団が空いてたんですよ。うんうん、で、それは、あの、師匠が倒れてから笑点どうなるんだろうと思って見たときに、笑点ってやっぱりすごいなと思って。だっていっぱい代わりの落語家さんいるのに、うんうん、席を空けて待ってるっていう、うん、すごい番組だなと思って、うんうん、そしたらまあいよいよまあちょっとすぐに帰ってこられなさそうだっていうので、うん、暮れの一番最後の時に若手大喜利っていうのがあって、はい、その時に翔谷さんが司会をやって、はい、でその中で優勝して座布団が一番多かった人が、うん、コンペのあそこに座る代打として権利をもらうっていう、うん、そういう一回があったんですよ、うんうんもう頑張らなきゃいけないですから、弟子ですから。そうだね。はい、あの、要するに、これすごく素敵な話なのは、狙ったことは一度もないが、うん、あの師匠の席を守るのが、この一問以外から出ることは許されないって思うわけだ。その通りです。ちょっと感動、まあ、バカな答えばっか言ったんだろうけど、でも感動的な話ですよね、それね。いや、すんごいプレッシャーが、ガッチガチにかかって、はい、何言ってもつまんないですよ。もう何言ってもつまんないで今のプレッシャーの中で面白いことを言う番組なんだよ、うん、そりゃ滑るよ、うんうん、それがまたねあの翔谷さんとの関係性で、はい、僕が一生懸命その師匠の座を死守しなきゃって思ってるのが一番伝わったわけですよ、うん、そしたらあいつにやっぱり代打で座らせるのがいいだろうけど面白いことが一つも言えないから、うん、座布団を上げられないと、うん、どうしたらいいんだって考えた時に、うん、他のやつの座布団を取ればいいんだっていうことを思いついて引き算の大喜利すごい大喜利だな俺、そう、僕3枚で優勝したんですよだから座布団3枚であの翔太師匠、はい、ね、はい、日本一威厳のない師匠、そうね、薄っぺらな師匠、薄っぺらな師匠だけどあの人のそういうとこって優しいですよね。いや本当にねこれ救われましたね。なんかその落語界にあんまいないね、つまんないこと言ってるっていうことを面白くしちゃう、そうですね、人なの。で、自分もそうだし、はい、自分もそうだし、人のギャグの滑ってるのも、うん、ある意味助けちゃうみたいなとこがあって。ありますね。あの人はそういうとこありますよね。そうです。本当に救われました。今度撮ったはいいけど、プレッシャーは。そうですよ。その30分後に、うん、うちの師匠のオレンジ色の着物が畳んであって、これ着てくださいって言われて、師匠の身丈なんですよ。だからちょっと短いし、ちょっとでっぷりしてるし、でそれいきなり着させられて、で、もういきなりあのレギュラー、子供の頃から見てたあの笑点のメンバーの端っこにオレンジ色の着物着て自分が並んでるっていう、信じられない世界。すごいね。さっきの粗骨長屋ですよ。オレンジ色の着物を着てるのは確かに俺なんだが、このオレンジ色の着物の俺は一体どこの誰だろうっていう。誰なんだっていう。あの世界です。わけよ。もうなんか、自分のことじゃないみたいな。そうなんです。それでも緊張しながら挨拶しなくちゃいけなくて、今私の心には若干の余裕もありませんってうちの師匠のね、はい、私のカバンにはまだ若干の余裕がありますっていう名フレーズがあって、うん、それをもじろうと思って、うん、私の心には若干の余裕もありませんって言った後、コンペーですって言ってました。え、奇跡的に太平ですって言ってるつもりが、すごい話だな。そしたらすぐ楽太郎時代の円楽師匠が、はい、もう師匠の名前も取ろうとしてるのか、俺より腹黒だなっていうすごいもう秒速のツッコミが来ました。すごい。本当になんか、ちょっと泣いちゃう、あの感じ。その笑点のあの、落語家にとっての、ましてやそのメンバーのカバン持ちをしてる人間にとっての神聖さと、はいはい、そこに行く決意と覚悟とパニックと、そうです。全部入ってるんだ。はい、本当そうでしたね。そんな中で、はい、なんでしょうね。誰を挙げても、そら、角が立つんでしょうけど、この人すげえなって、落語界全部でいいです。この人すげえなって人誰ですか？
だ、まあ、みんなすごいと思いますけど、それこそあの亡くなった歌丸師匠なんて、あのもういっぱい財産があるわけですよ。財産というのは落語の財産がね、うんうんうん、もう例えば50席100席あって、うん、もうこれからあと長く生きても20年、うん、そしたらもうストックがいっぱいあるのに、うん、もう最後の最後まで新しい落語を覚えてましたからね。すげえね。そしてそれをネタかけてましたからね、実際客席で、うん、客の前で、いや、でそれは頭下がりますよね、うん、もう自分のねお箱ができたらいいやって思って、うん、安心しちゃう人がまあ多い中で、うん、それは歌丸師匠のかっこよさでしたね。でなんかその肺のご病気だから、はい、その呼吸の続く量が前世紀とは違くなってくるんだけど、はい、それを工夫してやり方変えたりとかしてらっしゃるんですよね。そうなんですよ。なんじゃこの人って思った。そう。でもそれを目の前で見てるっていうのは財産ですね。それはね、本当そうですね。あれはどうしてんの、その笑点の中では若手で下っ端じゃない、はい、でも自分も教えなきゃなんないものが出てくるわけ、はいはい、このバランスってどうするんですか。あのそうですね、あの笑点とは違う林家たい平っていう落語家像を後輩は知ってるんで、はいはいはい、まあ、そことは全く一線を隠して、うん、ちゃんと古典落語に向き合うときは、あ、こういう兄さんだからって言ってお稽古にも来てくれますし。へー、ちょっと CM 挟んでまだまだ、はい、お話伺いたいと思っております。今日のゲスト林家たい平師匠です。伊集院光とラジオと林家たい平と刑事役と、さあこの時間は引き続き落語家の林家たい平師匠にお話を伺います。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、今日お知らせなんですけどね、はい、今夜8時からの TBS の2時間ドラマ、はい、これに出ると。すいませんですね、本当に。いや、大体笑点のメンバーであのドラマ出るっていうと大体泥棒役が多いんですけども今回刑事役です。多分初の刑事役じゃないですか、笑点メンバーの中では。そうかもしれない、そうですよね。それは何ですか、コソ泥の、小遊三を捕まえるとかそういう役ですか。じゃなくて結構ちゃんとしたあの、はい、刑事役です、タイトル言っておきますね、はい、月曜日名作劇場です、紺の瓶サスペンス警視庁東京湾臨海署、安住藩、はい、刑事さんとしてはどういうポジショニングの刑事さん。ちょっと渋いおっさんなんですけど、意外と物知りで、うん、だけど必死に走る、とにかく走るっていう、うん、はい、どうなんですか、落語で演技はやってるわけじゃないですか、はいはい、でもこういうドラマの演技っていうのは、いや楽しいですね。今まであのちょっと、落語のための映画を一本主演させていただいたり、はい、去年は遅れ咲きっていう、まあ、小さい映画の主演もさせていただいたりして、うん、やっぱこう響き合う、一人で落語ってやる仕事ですから、うん、あの別の俳優さんがいる、その俳優さんとの響き合いっていうのがすごい楽しいですね。じゃあ今、それこそ落語家からドラマ出るっていう人いっぱいいるじゃない、その中 で、はい、三遊亭円楽、はい、円楽師匠ね、それから翔太さん、翔太師匠、はい、それからと段春、はい、この中で誰が一番下手ですか。そうですね、まああの演技が全てですね、同じ演技っていうのは春風亭昇太じゃないですかね。一番言いやすいとこ言ったら、目の奥が笑ってないですからね。あの大河ドラマ見ました。ほとんどセリフノーセリフですよ。そしてうってやってるだけですからね。そして気がついたらいつの間にかいなくなってましたからね。これ下手ですね。まあ自分はうまいと思ってるんでしょうけどね。一番言いやすいところで時間を終わらせようとしてるのがすごいよくわかりますけどね。でもああやって他の仕事をやることで落語にはやっぱりいい影響ありますか、はい、そうですね、落語家さん、この落語家さんの落語を今度見てみたいって言って本業を見に来てくれるいいきっかけになるんじゃないかなと思うんですよね。それ大事なんですよね、はい、なんかその落語家だから落語だけって生き方もそれはそれで、はい、そういう人が守ってくれることはいっぱいあるけども、うん、やっぱりよそでこういう人がいます、はい、こういう人が実は落語やってますっていうのは、うん、アナウンスしていかないとダメですもん、ね、と思うんですよね。で昔のやっぱり落語と違って今お芝居からドラマからたくさん見てるお客さんなので、うん、やっぱりそういうところはもっと落語もドラマ性があってリアリティのある演技をしないとお客さんもやっぱ落語についてこないんじゃないかなっていう勉強にもなります。はい、持ち帰ってくるんですね。はいはい、そこ難しいですよね、はい、なんか僕らが幸せだったのはまだ、うん、その落語を見る装置が頭の中にある人が、そうですね、ね、今までの皆さんのおかげでいっぱいいらっしゃったけど、はい、それが一からわからない人もいっぱいいますもんね、きっと。だと思うんですよね。紙芝居を見て育った人とやっぱドラマをずっと見て育った人の感覚が違うんで、うん、まあ僕たちはドラマを見て育ってる人の前でやる落語ですから、うん、やっぱそれなりに変えていかなくちゃいけないなっていう勉強にもなりますね。
なんかこう話し家としてのこういうことをしていきたいとか、はい、こういうものが自分の中で一応この後のテーマだったことがありますか。もうね、ボーボーに幹を伸ばしたい、枝葉を、あの2頭ものは1頭も追えずってよく先輩から怒られるんですけど、うん、でも2頭追った経験がない人は、うん、2頭追ってどういう経験だかわからないんで、林家たい平に来た仕事はもう全部引き受けて、うん、でボーボーになって75ぐらいになったら選定していくと、あ、林家たい平っていう樹形はこんな木だったんだって自分も楽しめる、うん、そういうなんかあの落語家でいたいな、どこに行きたいって思ってるとそこにしか行けないじゃないですか、うん、だけどどうなるかわからない、うん、でもその木の枝は全部落語っていう幹の根っこにこう栄養を運んでくれるものなので、うん、なんかボーボーに枝葉を伸ばしたいな今で。しかもその芸としての寿命がとても長い。そうなんです、じゃないですか。はい、そうなんです、うん、あの小遊三に言ってもらって、今お前54歳だろ、50から60の間は実に落語家として楽しい時間だよって言われて、これも楽しまなきゃと思ってるんですね。気力、いいね、気力体力全部充実してる一番いい時代だよ。そうなんだ。でしかもあの歌丸師匠みたいにギリギリであるってことを、はい、そうギリギリをまた芸にまた持ってっちゃうっていう、すごいですよね。歌丸師匠どれぐらい晩年があったのかって思いますよね。普通晩年って 2,3 年じゃないですか、うん、歌丸師匠30年ぐらい晩年ですからね。すごいよね、俺たち物心ついた時におじいちゃんだったんだからね。そう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 。さあ、はい、ということで、今日はですね、はい、萩の月を大量に持ってきてくれるという嫌がらせをいただきました。落語家の林家たい平師匠、どうもありがとうございました、はい、ぜひドラマ見ていただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。